久しぶりに王冠をかぶると重いな。しかしガミガミ魔王は何だってこれを放り出していったんだろう。それだけではありませんわ。庭にはたくさんガラクタが落ちていますもの。よほど慌てていたのでは？忘れ物は後で届けておいてやろう。それにしてもせっかく畑もできていたのに戻ってきてしまって少し寂しいな。あなたったら。パウロ国王も王子様もそんなのんきなことを言ってる場合ではありません。今は国の一大事、いかがなされるおつもりですか？そんなに慌てずともよいではないか。いや、しかしこのまま黙ってほっとくわけにはいかないのでは。ただいま。おお、ピエトロ戻ったか。お父さん。お母さん。ピエトロはただいま戻りました。お帰りなさい、ピエトロ。お疲れ様でしたね。お母さん。ただいま。ピエトロ。あいつら一体何者なのだ？まさか俺様と同じように世界征服を狙っているのか？くそー！俺様の世界征服は誰にも邪魔させん！しかし、せっかくポポロクロイス王国を手に入れていたのにどうしてこうなるんだ？これというのは、あの小娘が勝手に物質転送マシンとアネモリトスを使ったからだ！でも、そういえば、あいつどこ行ったんだ？ヒュー。ピエトロ！ただいま、ナルシア。帰ってきたのね。ヒューは？ピエトロ。ヒュー、大丈夫？ここは？ポポロクロイス城だよ。ヒューが元に戻してくれたんでしょ？ありがとう。え？ポポロクロイス？私？どうしたの？ヒュー。大丈夫？ヒュー。ストーン、サンダー！はい！風族は？彼らはどうしたの？まだいますよ！ショナにいっぱい！いっぱい？シロキさん！おお、ピエトロ殿、帰ってこられたか。風族の人たちの様子は？彼らに立ち去る気配はないでござるよ。しかし、かといって攻撃してくるわけでもない。一体、何をしているのでござろう？早くお家に入りなさい。ねえヒュー様、おとなしく帰りましょうよ。せっかく迎えが来たんですから。そうですよ、帰りましょう。帰ってどうするの？どこに行くの？どんな面白いことがあるの？誰と遊ぶの？そんな、ヒュー様、オイラたちは風族ですよ。風です、風。ヒュー様、どうして元の世界に帰るのが嫌なんですか？どうして？どうしてって。ヒュー？あなたはここを離れたくなくなったのよね。ポポロクロイスにいたいと思ってるんでしょ？あなたたちにはわからないわ。あ、私の気持ちなんてわからない。私は風族の娘よ。それなのに
どうしてあなたたち人族や竜族と一緒にいたいと思うの？わからない。どうしたらいいのか自分でもわからないのよ。ユウが悲しい顔してると僕も悲しくなっちゃう。風族も人族も関係ないさ。ユウは大切な友達だよ。泣かないで、ユウ。私は風族としてずっと自由に旅をしてきた。一人が本当の自由だと思っていた。でもポポロクロイスに来て、あなたたち人族や竜族と出会った。そして自由ではないかもしれないけれど、強くて優しい心、相手を思いやる心を初めて感じたの。それってとっても素敵なことよ、ユウ。僕たちずっと一緒にいよう。それをすぐに壊すのだ、竜族。いいえ、私にそれはできません。何故だ。これは私の息子ピエトロのものですから。アネモリトスが何を意味しているか知らぬわけでもなかろう。竜族の中にも真の意味を知る者は多くありません。アネモリトスとはあまりにも古い伝説なのです。大きすぎる力はその持ち主を滅ぼすだけではない。私は信じています。ん？ピエトロ。お前が人族と同じ道を進むというなら勝手にするがいい。だが風族は違う。我らは誰とも交わらず風と共にある。二度とあのアネモリトスの悲劇を繰り返すわけにはいかん。必ず悲劇になるとは決まっていません。過去は過去、未来は子供たちが築いていくのですから。風族の定めは変えられん。ヒューは風族の娘だ。ピエトロは私とパウロの息子です。逆襲するは男のロマン。ドカンドカン。これはどうですか？ん？おお、それはいい。闇神魔王様の辞書に諦めという文字はないのだ。世界を征服するのはこの俺様だ。ではピエトロ王子はヒューをポポロクロイスにかくまってほしいというわけですね。うん、お城も元に戻ったんだ。ヒューもみんなに迷惑かけたことを悪いと思ってるよ。ごめんなさい。なーに、いい経験をさせてもらったよ。仏仕事は素晴らしいものだったな、サニア。ええ。しかし外にいる風族たちはどうするのですか？彼らはヒューを迎えに来ているのでは。それなのに我々がヒューを返さないと言ったら怒るでしょうな。ヒューよ、お前はどうしたいのだ？え、私、ヒューは僕たちと一緒にポポロクロイスにいたいだけなんだよ。家族の人たちにも話をすれば分かってもらえると思うよ。そいつはどうかね。あ、ギルドさん。いいよ。ちょっとごめんよ。くらしちゃった。パウロ国王、あの石碑の意味が大体分かったんだよ。石碑の意味？かつて竜と風と人は
新たな時を迎えんと互いの力を合わせるべくアネモリトスを行わんとす。しかし新たな時代を生むべき祝福は災いを招いただけだった。天を焦がし地を滅ぼし空を消し去りし災いの儀式、その名はアネモリトス。アネモリトス？そうさ、アネモリトスとはお前さんの竜の力を入れておくための器の名前じゃないんだよ。アネモリトスとは何か特別な儀式のことらしいのさ。おそらく大昔アネモリ